今は3号車です。ちょうど3号車で言いますと、カメラが見える範囲の真ん中あたりに湯浅投手がいますね。そうですね、今島田選手で、湯浅投手いましたね。あ、佐伯投手いますね。意外と低いな。意外とこれ3号車ですね。確かに椅子の上バスの手すり低いですね。低いな。ね、もう腰より上はきっちり見えてますんでね。3号車も動き出しましたので、1号車はその結構先にいるってことですよね。選手同士で、ね、ほらあそこに派手なプラカード出てるぜとかってこう押し合ったり、押し合って呼んだりするの。お前の出てる、お前の出てるとかって、じゃあその前にちょっと手振ったりとか。そうそうそう、いいですね。その瞬間にキャーって言われて気持ちよくなるっていうのは島内さんの、ね、プレートも多かったでしょ。2003年の時はこれ FA 宣言してたから、はい、行かないでっていうのが出してもらってすごい喜んでましたよ。あ、なるほどね。うわー、ぎっしり。いや、これは実感してる時は今一番本当に、ああ優勝したんだなって。待ってたけど、でも目の前通り過ぎるの一瞬なんやろな。そうですよね。それ夜の8時から来てる人13時間待ってる。いやね、ほんの数秒ですよね。それが見たいのよね。もう二度とないんだもんだって。いや本当にこの時間は、ね、すごいすごいな、ね、遅いなスピード、ぎっしりですね。あ、今ちょうど3台人行けないんだ。いやでもいいんですよ、あの植え込みの中にも入れないんです。そうですね、まあ、ですから画面の左側中心にお客さんがいる。みんな偉いね、ちゃんとマナー守ってね。ね、入っていきそうなもんやけどね勢いづいて。これは上に、あ、3号車かな。今カメラの前を3号車から飛べるね。いや、まあでも席どうですか、それぞれの選手の活躍具合でこう見え方というか心持ちなんかもちろんちゃうんでしょうね。今日はね、もうファンの皆さんにありがとうって伝えるいいやし、沿道 の、 あの上のね、ビルとかからも出てくるんですよ。マンションとかね、マンションのベランダみたいなところから手捨てした時おるね。自分の家が特等席だと。そうそうそう、一番の特等席なのタイガースのパレードが動き出しました。あ、次の動画